イーディ・ゴーメはアメリカ合衆国のポップスシンガー。ニューヨーク市ブロンクス区で生まれる。父親はユダヤ系イタリア人で母親はユダヤ系トルコ人である。生まれた時の名前はイーディス・ゴーメザーノである。高校卒業後に国際連合の機関で通訳の仕事に従事する。1950年にトミータッカー楽団でデビューを果たす。 そこそこ、ヒットを飛ばす。1951年に、テックス・ベネケ楽団に所属する。1957年に、歌手のスティーブ・ローレンスと結婚する。後に、夫のローレンスとのデュエットの録音や、ステージも、注目を集めている。1963年に、放題、恋は、ボサノバで、大ヒットとなる。この曲のレコードが、全米レコード協会より、 ゴールドディスクと認定される。ブラジルのポップスであるボサノバの曲リカードに英語の歌をつけたザギフトも1963年発表のゴーメの歌のレコード録音より好評を得ていてジャズのスタンダードナンバーとして定着している。1980年まで新作シングルを発表していた。YouTube でよく登場している。1964年より トリオロス・パンチョスとの共演などで、ある恋の物語や、キエン・セラなどのスペイン語の歌のパフォーマンスを呼び、レコード録音も積極的に展開する。ゴーメは、スペイン語が流暢であった。1995年、ソングライターズ、ホール・オブ・フェームに、夫のスティーブ・ローレンスと共に、殿堂入りを果たす。2013年8月10日、病気のためラスベガスの病院で死去。 84歳没。英語版三章のこと米歌手、e d さん死去、恋は、ボサノバなどヒット CNN2013 年8月12日、第2回日本ゴールドディスク大賞、受賞作品、アーティスト。ありがとうございます。